学会議で入試してどうしたんだい。皆さんこんにちは。こんにちは。万引き犯の濡れ衣を着せられないように注意して、ビルの屋上に行かないようにしていたら、また生きて皆さんにお会いすることができました。万引き？ビル？何のことですか？それはまた後日。第2回は創価学会員についてです。楽しみにしていました。でもなぜ創価学会の組織とかそういうことから話さないのですか？いえ、前回に話したことで十分でしょう。池田大作がお金を集めるために運営しているカルト教団で、マスコミや政治を牛に見てたまに暗殺をする怖い集団です。ちなみにフランスではカルト教団指定なされています。そうなんですか。では日本が公明党に職まれたらフランスに移住するのがいいですね。その通りです。皆さんも今からフランス語を習うのがいいでしょう。ちなみに韓国はすでにかなり毒されているのでやめた方がいいです。ある意味本場ですし。なるほど。本題に入りましょう。まず創価学会員の見分け法です。そんなものがあるんですか？あります。一番わかりやすいのはその人の家が商店の場合です。なぜですか？看板に赤、青、黄色のマークが入っていることが多いからです。赤、青、黄色って何ですか？創価学会のシンボルマークです。外で注意してみると、結構たくさんあることに驚かされます。そうやって一般人にわからないように、創価学会員同士で存在を知らせ合っているんです。知りませんでした。だから、心理ゲームなんだけど、好きな色を3色選んでみて、などと言うと尻尾が出るかもしれません。今度試してみます。それから、選挙が近くなった時は要注意です。なんでですか？創価学会員は公明党の大事な集票マシーンです。票を集めるために、何も知らない知人や友人にせっせと迷惑電話をかけたり、訪問したり、とにかく迷惑な活動をし始めます。それは自発的にやっていることですか？組織的にやっています。公明党も選挙の最後まで電話をかけてくれと創価学会員にお願いの演説などをしています。そうなのですか。常識的に考えてそれは変な話ですね。そうでしょう。だから大して仲良くもなかった元同級生が選挙の頃にお茶でも飲もうなどと言ってきたら 100% 創価学会員なので、利点政党に入れる票はないと言ってすっぱり縁を切りましょう。そうしないと創価学会の手先に票を入れるよう説得され、時間の無駄ですよ。わかりました。もう一つ注意しなければいけないのは勧誘の仕方です。釈服ですね。そうです。面白い映画があるとか、すごい人の講演会があるなどと言われてついていったら、池田大作の自己満足映画やスピーチ、あるいは座談会という暇な信者の集まりだったという場合があります。騙すのですね。しかしこれならまだマシな方です。中には人の不幸につけ込んで題目を唱えれば幸せになる、仏法を信じないからだ、仏罰が当たったのだなどとひどいことを言ってくる異常者もいます。人の不幸で商売しているような宗教ですからね。人の不幸を食い物にするなんて最低ですね。そうです。不幸のあった人を騙してくだらない板切れを買わせたり、燃料以外に役に立たない機関紙を売りつけたり、ゴーストライターの書いた対策本を売りつけたりすることで成立しているわけです。機関紙にはどんなことが書いてあるのですか？機関紙とは政教新聞のことです。
特にひどいのが、座談会、という、創価学会の幹部連中の会話録です。どんな内容なのですか？創価学会を批判している論者たちを口汚く配るだけの生産性のない雑談です。いい大人が、バカ、とか、アホ、ほど旅のバリ雑言を言い合って喜んでいる様は異様です。でも、学会員に言わせると、創価は平和のための団体、なのですよね。彼らはそう言っていますし、池田対策も、対話が重要だ、などと言っています。しかし、迷惑な尺伏や悪口新聞を見る限り、洗脳された思考停止の信者の暴言に過ぎません。恐ろしいカルト教団ですね。そうでしょう。皆さんも、信者とは縁を切ってしまった方がいいでしょう。気をつけます。今日はこの辺りにしておきましょう。殺されなければ、次回、またお会いしましょう。夜道に気をつけてください。皆さんも、どこに創価学会の魔の手があるかわかりません。くれ、でも、お気をつけて。それ。では。